こんばんは、ワイズです。天水の桜姫実況プレイ始めていきたいと思います。前回穂がなってもう収穫できるよって言われたところで終了していました。なので収穫を始めたいと思います。Y ボタンでいいのかな。おお、何これ、 Y ボタンで刈り取る。あ、なるほどなるほど、一個一個こんな感じでいいのかな。おー、収穫感あるね。いいねいいね。R と L で走る。あ、なるほど、高速移動もできると。密集してるところでは多分走んない方がやりやすいだろうってことかな。え、農技設定っていうのがあるな。今のところは農技とやらは持ってないのかな。じゃあこのまま進んでいきましょう。お、すごい。あ、ある程度刈るとこんな感じになるのか。地面に置くんだね。で、田植えもに任せるっていう選択肢もあるけど、任せるとどうなんだろう、質下がったりしないのかな。田植えも信用してないかも丸出しだけど、いやー、どうなんだろう。でも今回の量ぐらいなら全然刈れるから、まあ、全部自分で刈ってしまおうかなと思いまーらそう。終わり終わり、 OK。 ははは、全部わしのものじゃ。独占する気。落水のおかげで稲が少し乾いた。あー、水足りなかったんだ。え、水抜くといいって言ってたのさくなじゃん。マジか、そんなんなっちゃうんだ。稲の束をハサへ干そう。なるほど、ハサがけ。お、何、暗いよ。え、もう夜？ちょっとやばいな、始めるタイミング遅すぎたか。拾う。でもこれはできるか。夜暗くてもね、ちょっと見えにくくてごめんね。あれ、もう一個ぐらい束あったよね。オッケーオッケー。で、干す。こんなところか。ハサがけ完了。え、調べる。あー、乾かすんだね、米を。次の工程はいい家だね。ちょっとじゃあ乾くまで時間過ごさなきゃいけないのかな。じゃあもう夜だし、みんな寝ちゃってるだろうから普通に休憩しようか。お腹は減ってない？減ってるよね。え、大丈夫？夕飯食べた？ここで食べれるのかな。でもなんか保存食もうないよね。あ、でも一応みんな起きて食べてくれるんだ。ありがとうありがとう。でもなんかあれだね、食材がしょぼくなってるよね。さっきなんか3皿ぐらい1人あったけれど、今何にもない、1個しかないもんね。これは絶品だ。腕を上げたな、見るて。そんなことありません。ごちそうさま。ごちそうさまでした。特に会話もなくかな。朝まで休む。そっか、なんか何時間休むとか選ばないで、この朝まで休むを選べばよかったな。あ、イナゴって、そっか、食材だったんだ。イナゴ食べるって言うもんね、佃煮とかだっけ。そっかそっか、なんか話し合いすんのかなと思ってた。ちょっと、お、十分に干せた。じゃあハサ掛け終えて次の工程に進みます。納屋に移動しました。なるほど、次の工程って言ってたから納屋でまだ仕事あんだよね。脱穀か。へえ。お、コキバシを使って脱穀。ガシガシ。あー、なるほど、細いところを通して、まあ、モミの部分というか、それを取ると、ん？え、なになに？下 Y、 おい、下 Y、 ん？おい、あ、これ手動入力なんだ。え、ちょっと待って、意外とむずい。おい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 、ちょっと楽しい。おい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 ちょいおいおいおい、まだ
これ、山の部分全部残ってんの？あ、この5つ終われば OK か。終わり。なるほど。で、これだんだん、道具が良くなると効率良くなったりするのかな、多分。で、稲の乾燥度 100% っていうのは、これ多分良かったってことだよね。はい。で、もみすり調べる。キネとウスを使ってもみすり。見るからに力仕事じゃ。もみをついて殻を外し米にしよう。つけばつくほど白くなる。黒いほど食事効果が高く、白いほど成長効果が高い。そんなん、どこで止めればいいんだ？ちょっとマックス視力してみようか、今回はね。あ、今玄米なんだ。あー、どうしよう。玄米、栄養、わかんない。もうちょいやろう。うん、一部好きでいいかな。はい、じゃあこれでやめてみよう。ちょっと効果見てね。実際食べた時の効果を見て決めていきたい、これから。あ、まだ全然なんだ。ほぼ玄米な状態だね。あー、じゃあ白いお米って結構私はいまいちだったな。つきまくった状態じゃないとできないんだ。へー、すごい綺麗で、結果が、うん、まあまあ最初だからね、しょうがないんじゃないかな、このゲージが低そうなのは。で、体力とかが、おー、すげー上がるじゃん。なるほどね。で、お米の入手量が10。あー、田植えの粗食っていうのがいいのか悪いのか分かんなかったけど、あんまり良くもないのかな。もう少し密集させた方が良かったのか。で、日照量 12%。すげー細かい。平均温度 20.4 度、平均水かさ 24%。 潜水だからもう少し水を入れた方が良かったってことだね。で、雑草による被害は、うん、よく抜いてたから小さい。で、害虫による被害は小だから、なんか肥料をあげるときに虫がどうのこうのって言ってたけど、そんなに気にしなくていいぐらいの量だったって感じかな。で、育成有効分月期、日照、うん、あ、季節ごとってことか。じゃあ季節ごとになんか変わったところで問題あったら見ていこう。水かさが 24% で、苗の時は浅くて、育成の時は深かったんだ。なるほどね。平均温度はちょっとどうしようもないもんね。これは年によって違うって感じかな。で、平均温度は微低で潜水。どうすればよかったんだ。まず最初にもう少し水を、ひたひたって言ってたけど、本当に浅い部分がなくなるぐらいまで水をやり、その後深かったからちょっと水抜き気味にし、穂が出る前ぐらいの時にはもう少し水を入れておいて、そうだね、うん、穂が出てももう少し水入れておいてよかったってことか。なるほどね。中干しありってこれ何なんだろう。育成無効分月期の一番下、これあれかな、一回水をなくしておけば、その後に穂出るときになんか効果があるみたいなことかな。ちょっとわかんないな。いろいろ試してみましょう。で、収穫は時期は普通。はさぼしは乾燥度 100%。これはいいってことでいいのかな。まあでも、悪くはないよね。多分完全に乾いておるって言ってたしね。で、脱穀で作業時間昼。あ、作業時間も関係あんの？マジか。あー、すごい細かい。で、土壌的には全体的に低いけど、悪いところもそんなになかった感じかな。はいはい。中干し稲の状態ちょっとわかんないな。うん、虫はそんなに問題なかった感じだね。はい。じゃあ今年の収穫は終了かな。おお、初めての稲作を完了した。なんとか収穫を迎えましたな。しかし少しは強くなれたが、少ない実りだ。ああ、あれでは良くなかったんだ。来年分の種もみを差し引くと考えなしに移植には回せませぬな。
だが少ないながらも確かに増えた。歩みは進んだのですぞ、おひいさま。ここは辛抱の時ですじゃ。やじゃやじゃ、辛い船に慣れてんじゃわい。まあね、しょうがないよね。最初は知識がない状態からスタートしたからね。でもこれまでの知識をもとにさ、これからまたなんか新たに対策を打って栄養もいっぱい蓄えて、それで育てていくことができるから、来年はいいものを育てられるんじゃないかなと思ってます。なんか締めみたいなコメントしたけど、まだまだ続きます。ちょっと思ったんだけどさ、ジオの祠って敵いなかったでしょ。これジオの祠だけ夜に行くことにすれば、昼間の時間を無駄にせずに済むんじゃないかなと思って。これ暗くてもさ、別に敵がいないからそんなに問題ないし、そうそうそう、こうやってアイテム取れるじゃん。で採取して時間経過しちゃっても、この間に食材取れて、そうだよね。でこれで朝になるんだったら、まあ、なんかさ、寝ないと体力回復しないとかそういうのがあるけど、あ、でもそっか、お腹が減ったままになってしまうのか、これは。あれ？失敗しましたか、もしかして。私、お、なになに、あ、冬か。なんという寒さじゃ、一歩先も見えんかったわ。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。ああ、鬼も冬はこもっちゃうか。しばらくは狩りどころではございませんが、お帰りなさいませ、サクナ様、ジー殿。ささ、早うお召し替え、火にお渡りください。あー、いいね。でも囲炉裏で冬を過ごすって、なんじゃこれは。日本風、ん、なんじゃこれは。みりゃわかんべ、手鎖の団子だ。あー、そっか、食べ物ないんだ。それが人見せて作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも入りませぬのでな。なるほどね。手鎖と申したか。手鎖。何やら物騒な響きではないか。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。独創にはござりまするが、根をつぶし水にさらせば、おれこのように。へー、もうたくさんだ。食べ物粗末にしないの。何が高貴なるこのわしは、こんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒団子。さくな様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、見るて。洗えばまだ食える。今年一年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは、一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねんじゃ、あるだけマシだべっちゃ。好きだけんともな。おひいさま。まあ気持ちもわかるっちゃわかるよね。これプレイの中では6日ぐらいしか経ってないけど、ずっと1年間ね、狩りを頑張ってきたってことだもんね。離脱する気だ。もう限界じゃ。願い先じゃ。俺が日でも都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。奴らのことなど知らん。いつもこいつも寄ってたかってわしを苦しむ。じいもじいじゃ。なんでわしの家中のものがあっちの側につくんじゃ。ああ、知らん。何もかも知らん。知らん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 ぞ。帰っちゃうか。これ絶対失敗すんだろうな。おかえり。
なんで何があった？死ぬかと思った。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。ああ、なるほどね。どこまで声でも吹雪から抜けられんし、方角もさっぱりじゃ。都などとてもたどり着けそうもない。お姫様、あやつらこの大雪の中で。戻るほかないの。優しい家族じゃん。マイナス1度、それは寒いね。そっか、米作りの地域だからちょっと北の方なんだね。なるほどね。あ、もう仲直りはしたんだ。今日は良い天気ですな。かような日はずっと昼寝をして過ごしたいものです。あー、なるほど。田んぼには何もできないね、今のところ。え、栄養が減ってるみたいだから。え、じゃああれかな、肥料だけは作ってあげておいた方がいいのかな。あっちの穴はもういっぱいじゃ汲み取っても持っていく先がないぞ。こっちがいっぱいってこと？あ、肥料撒いてなかったんだ。そっかそっか。で、これで撒いたからまた作れるね。いや、なんか土は肥えさせておいた方がいいよね、多分。いい作物取れそうだもんね。ジャンプ。いつも通りだね。あー、でも今回あんまりやっちゃいけないかな。どうだろう。いや、いっか。ちょっとある程度基礎材多めに使ってみるのを試してみよう。で、追加素材を、腐った食材か。どうしよう。あ、でもさ、冬の間ってそんなに虫出ないんじゃないって、ちょっと甘い考え。これゴリゴリさ、これすごいな。数値的にはかなり上がるけど。あ、でも持続10時間ってこれ戻っていっちゃうのかな。どうだろう。でも食材自体はまたすぐに手に入るから、ちょっと試してみよう。これで OK、 熟成中。10時間栄養が出るけど、なんだろうな、何も植えてない状態だったらその10時間って消費されないんじゃないかなっていう目論み。だからこの三角形をいっぱいに栄養で満たした後に来年の春を迎えることができないだろうかっていうことを今一応考えてみた。ちょっとできるか分かんないけどね、まあ、試してみましょう。あ、素材結構拾ったよね。なんか作るかや。なんか作って、おお、2個作れる。わら打ちと、大弦の、大弦の。あー、採掘時に鉱物を入手した時 15% でさらに追加入手。扇風剣の威力が何倍になる。なるほど。もうこれはさ、全部能力値的には上がるから、作れるもあれば作りたいなって思ったんだけど、しまった。どっち作るかは考えればよかった。見かけの大弦の作れなくなったね。石材が足んなくなったので石材をもう一回追加で取りに行きたいと思います。他のもなんかどっかで取れたことある素材だけなので、これ全部どんどん取っていこう。で、今手に入れた武器は装備できるのかな。わら打ちが攻撃力15だから、でもさ、これ装着武器の攻撃力が5上昇で今14になってるってことだよね。つまりこれ15か。で、こっちが残属性で、こっちが打属性、殴る属性か。いや、でも試さないことには分かんないしね。こっちやってみよう。藁を叩き柔らかくするための棒ですじゃ。鬼どももぺちゃんこにしてやりましょうぞ。なるほど。これでどんどん武器も強くしていけると。素材集めだね。冬は田んぼに植えられないもんね、米今。ゆい、かいまると仲良くしな。こんにちは、神様。だけかい。あのさ、なんて言ったっけ、お兄さんいるじゃん。ごめん、完全に忘れた。足雲か。
足雲の人はどこ行っちゃったんだろうね。最近見てなくない？え、なんか説明とかあったっけ？この辺にも見当たんないよね、どこにも。まあいっか、とりあえず旅立ちましょう。ほい。で、前回バケナスの腹でゲームオーバーになってたと思うので、ここをクリアするとこまではなんとか行きたいかな。多分下に降りてから左に行くルートを一回も踏破できてないので、そこをやっていきたいと思います。時間も大丈夫だよね。うん。で、満腹度も、うん、足りてるので、一旦このまま進んで左ルートを行ってみたいと思います。オッケー。あれ、またなんか地面に突っ込んでる子がいる。はい、よし、これで左だね。こっちが前回ゲームオーバーになったルートだけど、今回は満腹度がある状態で来てるから自然回復ができるんだよね。でもまあそんなに負けはしないだろうってことで、ヒットポイントなくならないように注意だけして進んでいきましょう。この壁に当てた時はそんなに別にいいことはないのか。トゲの壁とは違うんだね、これは。よし。もう少し進んでたか、前回は。あ、痛い。やっぱ弓矢は先にやりたいけど、あいつすぐ下に降りちゃうから、そっちに持ってくしとこう。オッケー。で、あれ？今の技で倒しちゃったか。じゃあいいや、下に降りましょう。で、これも取る。食べ物は大事だよ。もう米もないしね、少しでも豊かに暮らせるように肉とかもどんどん取っていきましょう。このスズメあたりで前回死んじゃったんだよね、多分。まだ全然満腹度あるからいけると思う。あれ、スズメじゃなくて豚にやられたんだっけ、ちょっと覚えてないな。ほい、いいね、悪くない悪くない。あと一人、この辺の素材も取りたいな。一体 OK、 これでここはいけたかな。うん。お、下限の石板。前回さ、上限の石板っていうのを入手してたから、これであの扉開けるようになったんじゃないか。一旦奥地までは行ってみるけど、これ何もなければあの上限の石板、下限の石板使ってあそこの扉を開いてみるまで行きたいな。あれ、帰ってきた。あ、っていうかここ、そっか、穴開いてたんだ、気づかなかったね。で、アイテム持ってるかな、上限の石板。あれ、あ、持ってる持ってる。今回の戦利品に下限の石板入ってるから、そっかそっか、ゲームオーバーになった時に消えちゃうからってことか。一体今回の戦利品に入って、多分出た時に大事なものに入る感じかな、ちゃんと。じゃあさ、ちょっと時間的に今回、動画の切れ目にしたいと思うので、一回外出ます。はい、では今回は収穫をして、まあ、米初めて取ることができました。量的にも大したことないし、まあ悪いっては言われなかったけど、そんなにクリティカルにいい米も取れてはいないかなと思うので、次回というか来年はもっといい米を作れるように、なんかいろいろ対策していきたいなと思います。で、ダンジョンの方は今ちょっと行ってきたんだけど、バケナスの腹の扉を開けるためのなんか鍵っぽいものが2個手に入ったから、上限と下限の月ね、あれを使って次回はバケナスの腹の奥地に入ることができるんじゃないかなと思うので、そっちに行ってみたいと思います。はい、では今回はこのぐらいで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。